将軍山城は、現在の京都市左京区北白川清沢口町にある、宇流山に築かれた、戦国時代の日本の城である、別名北白川城、宇流山城、将軍地蔵山城とも呼ばれている。将軍山城は、宇流山の山頂を本丸とし、大海より上落する際の前線基地としての役割を持っていた。日水期5月30日城によると、 細川高国が初めてこの城に陣を構え、その際戦勝を記念して、将軍地蔵を誕生したのが、城名の由来となった。将軍地蔵は、法歴12年に、現在の日本バプテスト病院の西側に移転されて、信仰の対象とされている。本丸にある、将軍地蔵の石室この城の所見は、永正17年である。腰水城の合戦で破れた室町幕府官僚。 細川高国は、京都を離れ大見炎上寺に逃亡していたが、大見守護、六角定より、丹橋五代、内藤正正の援軍を得て、永昇十七年五月二日、初めてここに陣を構えた。桂川原の戦いで、高国が再び大江へ逃亡すると、将軍山城は、六角定よりの援助の元機関、内藤彦七が上司となっていたが、大物崩れで享禄四年六月六日に、 高国が自害すると、隣にある東山新城と共に、細川春元軍に奪取された。足利義春像、京都市立芸術大学芸術資料館像、天文15年冬になると、第12代将軍、足利義春と、細川春元が対立するようになり、義春自身がこの城を大幅回収した。城に米や、不審妊婦を挑発したり、太さ後、 六寸の竹を命じたことが様々な資料から確認できる。当場はその修築の際に利用した労働力や資材の調達を文献で裏付けることができる経由の中世上核である。幕府は当場の修築のため、落中、落外の寺社や検問を通じて、京都近辺の妊婦をほとんど総動員の形で挑発したものと思われるとし、し 天国時代の修築方法を古文献で知ることができる珍しい城であると解説されている。修築をした将軍山城であったが、翌天文16年3月30日、吉原は聖衣隊将軍を息子の足利義輝に譲り自らは大御所となり、春元を打つために、落中の細川氏綱、この絵種いらと結んで、不死ともどもここに籠城するものの、 春元の家臣三好長慶軍が同年7月12日、小国寺に2万の軍勢で陣を張り周辺地域を焼き打ちした。同月19日、足利軍は将軍山城を自焼させ、吉春、吉照富士は大見坂本へ脱出した。この時の状況は、斜里寺の戦いも参照。その後幕府は、軍勢の拠点を中尾城、霊山城へ移したため、 将軍山城は部分的にしか使用されなかった。三好義岡像、京都大学総合博物館像この時の状況は、久米田の戦いも参照。泉守護大の松浦氏が幼少であったため、貢献として岸和田城に入っていた、比重がと恐れられていた、東郷一尊が英禄4年3月18日に死去した。これに乗じて、畠山厚生軍は岸和田城を取り囲み、 またこれにこして、六角義方も、家臣、長原重澄に明治同年7月28日に、将軍山城に立てこもり、義方自身は、神楽岡丘付近に陣を張り上落を伺った。この時六角軍は、総軍で二万兵であった。これに対して、三好長慶軍は、息子の芥川、山城主、三好義吉ら七千兵で、梅津城、軍城へ、信義山城城主、 松永久秀七千兵を掲載委員小泉城へ入城させ、将軍山城と退陣した。同年七月から十一月までは小規模な交戦であったが、十一月二十四日、三好軍は白川口に、松永軍は将軍山城にそれぞれ来襲し攻撃した。三好軍は白川口を突破し、細川軍が陣取っている馬淵に押し寄せての戦闘となった。この時、 三好軍の将であった三里修理介が馬ごと刺され転倒し、そこに堀井塚みなる人物が襲いかかり首を打ち取った。細川軍の損害も大きく、薬師寺や柳本氏などが戦死した。一方、松永軍は長原重澄を打ち取り将軍山城を突破し、いよいよ六角義方が陣取るかぐらを買い一万兵を持って突撃した。六角軍は三雲三郎に命じて、 弓隊300兵をもって、高所より一斉射撃を加えた。松永軍は射撃を受け、多数の死傷者を出し配送した。吉方は直ちに追撃戦を展開しようとしたが、ガムウカタヒが大軍をもって追撃することの負荷を解き、追撃戦を中止させた。翌永六五年正月に、六角軍は三好軍に攻撃し何名かの兵を撃ち取った。同年三月五日、久米田の戦いで、 三好十九が討ち取られるという方が伝わると、三好、松永軍は、昇龍寺城まで引き上げ、十三大将軍、足利義輝には、岩成智道を警護につけ岩清水、八幡宮へ移した。六角軍は上落し、敵が多内通の輩とし、三好長慶軍をかくまう者、宿を提供した者は、在家と死刑の人々をやつした。その後の状況については、 京皇寺の戦いを参照。最後は、元気元年9月から11月まで滋賀の陣となり、明智光秀がこの城に入って、数ヶ月延暦寺を建成するが、織田信長の京都支配が確立すると、その軍事的意義を失って廃城になったと見られている。山頂下のクルワート山頂下の、長魔姿古行将軍山城と東山、新城周辺地域の空中写真。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。この城は、西隣にある東山新城の城郭部分と、将軍山城の城郭部分が、どの範囲なのか、議論になっている。また幾度も、消失と集築を繰り返しており、当初の東山新城の城郭部分が集築後には、将軍山城に組み込まれ一体化したり、東山新城の車の一部では集築の痕跡が、 なく放置され複雑にしている。以降の年代別新旧の診断基準は、土塁や空堀の構造を上げ、単なる遮断、防御用、防御の土塁、攻撃の土塁、攻撃ポイントが確定している等の視点で、一定の評価ができるとしている。これらに基づき、山頂部分の車群について、東側の長大な空堀を設けている。この空堀と四角との間には、数段の作兵地があるが、 防御的色彩にかけ、居住的な空間と考えられる。また、四角の方尾根にも数段の作兵地が認められるが、堀類も認められず、作兵の配置にも規則性にかけ、切り岸も甘い。これらのことより、この宇流山山頂部は、時代がやや古いものと考えられ、天文15から6年の吉春吉テルの不振であろうとしている。 しかし、図節近畿中世上角時点では、図節中世上角時点の見方と別の見方をしている。山頂部分のクルワ群について、東側に長大な箱状、横堀、り、つぼりを設け、さらに2本の横堀、り、前出し機能を果たす小極林、土橋、2カ所の長マス型国王と連携した一連の複合防御パーツの配置から、むしろ、 強固な防御装置群を構築していると評価するとし、複雑な車をしており、結論として、連携した防御パーツ群を評価すると、元気元年の触方形武神であると判断するとし、山頂部の居住空間は、吉原、吉照時代のままとしながらも、周辺の車群については、明智光秀時代に集築された可能性を示唆している。また、 ブリュー山の港600メートル、標高212メートルの地点を中心にクルワ群が4つある。このうち3つのクルワ群は東山新城と呼ばれ、若狭国の武田氏が築いたとしているが、1531年以降の記録には現れてこない。この3つのクルワ群はブリュー山以前の強力の城とは考えられない。元存以降は強力の東山新城を ある時期に大幅回収したものか、東山新城を別のところに求めるかであろうとしている。しかし、この三つのクルワ群の中にも、ド橋と大縦堀による複合パーツ、マス型パーツなどの分析から、触方形部身の移行が確認できるとし、東山新城と呼ばれているかなりの部分が、明智光秀時代に回収されたとしている。ただし部分的なクルワには、足利カがよしてる。 六角吉方の改修以降も存在している。現存以降には、直さが認められ、天文元気に登場する北白川城、将軍山城は一定の場所ではなく、京北港の北白川山地に随時築かれたものだったのであろうと結論付けられている。ありがとうございます。